いらっしゃいませデイルじゃなくてお客さんこちらのお席にどうぞえ違うよ今日はご飯を作るんじゃなくてね練習中なのあのねラティナお店のお手伝いの練習なの注文とか配膳のお仕事なの 猫店にお客さんいっぱい来るからケニスもリタもいっぱい忙しいんだよだからねラティナもお手伝いできたらいいなって思うのラティナねお手伝いの練習してもっともっとお店のお手伝いできるようになるの の練習のお手伝いしてくれるの？えー、それならねアティナいっぱい嬉しいなありがとうあのねならねテイルはそしたらお客さん役なのいらっしゃいませこちらのお席にどうぞテイルこっちこっち こちらにお座りくださいラティナ亭へようこそーあのねデイルお昼ごはんまだでしょだからね今日はラティナがデイルのごはん作るのんイル ね、シェパーズパイ作るまだ練習中だから上手にできるか心配だけどおさらいしながら頑張るのでもねデイルの分だからラティナいっぱい頑張って作るよミデイル シェパーズパイ食べたいうい、ん、ならねラティナ一生懸命作るはあ <laughs> おーい大丈夫ラティナまだ起きてる心配してくれてありがとうあのねラティナ テイルが帰ってくるのを待ってるきっとあともうちょっとだから大丈夫なのあっテイルテイルお帰りなさいテイ <laughs> ルお仕事お疲れ様うんラティナ起きてたテイルにちゃんとお帰りなさいしたかったのだからね まだ大丈夫なのあのねラティナ今日会はてイルとねお話ししたいこといっぱいあるのお話ししてもいいかなうんラティナわかってるよ子供はおっきくなるためにいっぱい寝ないとだめなのだからもう寝る時間なのえでもちょっとだけ ちょっとだけお話ししたいなって思うの今日はいろんなことがあったからデールにお話ししたいのダメ ティナより早く起きてるのに「テイル朝だよ起きてー」「テイル」うんまだ寝てる?「テイル疲れてるのかな?」「眠いのかな?」「お仕事お休みしてゆっくりしてた方がいいのかな?」 にどうしたらいいか聞いた方がいいかな。<laughs>